こんにちは、ヒデチャンネルです。コロナウイルスが猛威を振るっています。まずはうつらないからうつさないに意識を変えましょう。もしかしたらあなたはもうコロナウイルスに感染しているかもしれません。大切な人を守るために今できることから始めてください。今日は正しい手洗いを紹介します。それでは一緒に手を洗って感染症予防に努めましょう。まずはしっかりと水で手を濡らします。そして市販のハンドソープをたっぷりつけましょう。手のひらをしっかりこするように洗います。手の股もしっかりと洗いましょう。そして手の甲もしっかりと包み込むように洗います。右手そして左手、爪や指の先は手のひらでこするようにしてしっかりと洗います。左手も同様に洗ってください。そして親指はこのようにねじるように洗います。手首は忘れがちなので忘れずにしっかりと洗いましょう。しっかりと洗い終わったら流水で十分に流します。十分に流れたら清潔なペーパータオルかタオルで拭きましょう。しっかりと拭くことが大切です。ペーパータオルを使えば直接触れずに蛇口を閉めることができます。立体マスクが作れる型紙がついた URL と厚生労働省の URL を説明文に載せておきます。明るい未来のために今できることから始めましょう。